今そのアクセントの位置、うん、役割、それと、そのドンピシャじゃなくてもいい、ちょっとずれたところに色気が出るんだよっていう話をしたじゃないですか、うん、で、次、はい、バッキングを上手に聞かせる一番大事なポイントがある、うん、弾いちゃいけない音、弾かないこと、あこれがね、本当に基本の基本なんだけど、やっぱりすごく大事なんだね、うん、で、そうだな、例えばだけで全然違うんだよね、うん、これを隙間なしで全部やっちゃって最後でジャカ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 ってやっちゃうのが駅前フォークシンガーたちだよね、うん、彼らが悪いとは言わないんだけど、でもなんか奇抜なアレンジができなくったって、左手が全然動かなくったって音を鳴らさないっていう選択肢を持ってるだけでアレンジできちゃう、うんだよね。で、特になっちゃいけない音が鳴りやすいポイントが3つある、3つあります。1つはコードの押さえ方が下手な時、うん、C 弾いてんのに6弦の開放が E になっちゃってる、ベースの音が変わっちゃうからコードのボイシング変わっちゃうよね。で次、コードをチェンジする時、大体もうこれも散々ね、我々若い頃に言われてるけれどもみたいなことだよね。最後の音までそのコードを離すなってこと、16ビートの16個目まで鳴っててもそのコード離しちゃダメってこと。で、次、何だったっけ、コードを抑えるのは変な、チェンジの時、あとあれだ、ブレイクの時、そう、ここで止めるっていう時に止めたいんだけどなんかこんなのなっちゃう、これ超かっこ悪いよね。で弾かないっていうことは演奏なの、休符は演奏してるので、これを意識できるだけでもうね、普通に目立つと思う。そのアクセントの位置ちゃんと聞いてる人、お客さんにドラムを聞かせてあげる、頭の中で鳴ってるドラムを乗せてあげることで、さっきのドンピシャよりも少しずらしたところにミッキーが鳴らしたいビートの足音をつけてあげること、うん、で最後に鳴らしちゃいけない音を鳴らさない、これだけでなんかみたいなことできなくてもかっこいい伴奏ができます、うん、ということで、はい、そうだな、じゃあコードチェンジとコードの中で余計な音鳴らさない、うんっていうのと、あとまあ適当なところにブレイク入れてみるっていうのを今ちょっと一通り適当な曲で適当バッキングでもいいんでやってみましょう。なんでもいいよ。うん。OK。はい。どうしようかな。これな。じゃあ。キー A で適当にバッキングができる。OK。できる。俺できるか。こういうコードが多いから A にしてみたんだけど。OK。あとか。はい。これあんま A のコード知らんけど。あ、じゃあ。いける。大丈夫。まあでもだいぶ意識違うんでしょ。で今ぐらいそのビートパターンとか
アクセントの、うん、ここで落としたいっていうのがあったり、ちょっと後ろへずらそうとしてたじゃない、うん、でブレイクサボったけどコードチェンジも、音を濁さないってすごく意識してたし、コードチェンジもだからシビアになってたよね、うん、で、ミュートするとかしっかりミュートしようとしてたじゃない、うん、っていうのを普通にするの、うん、今言われてあそうだねってなったことを自分の標準レベルにするんだよね、うん、そうしたら、まあ、あとは何も怖くないです。あでそうなんですよ、うん、でもう一個ちょっと気になったのが、うん、ミッキールートの音すかぶることあるでしょ、うん、でルートの音をすかぶるということは自分のギターの弦がどのあたりにあるかってことを掴んでないっていうことだと思うんだ。もしかしたら他に原因もあるかもしれないけど今ふと思った感じ、うん。